渋様が小学生の頃にですね、学校の門を入ったところに、一つの像が立っておりました。二宮尊徳、二宮金次郎と呼ばれるその江戸時代に、今から150年ほど前にいた人なんですね。で、その人はどんな姿でやったかといいますと、背中にですね、巻きを担って、分かるな、巻きって、枯れ枝のこと、ね、で、それを背負って、そして、本を開いて、そして歩く姿が描かれてた、そういう像だったんですね。で、その人は時間を惜しんで、ね、いつも、歩くのも、ね、歩くときでも本を読みながら、そういうことは一生懸命勉強していたということです。だから、みんなもそういうふうに一生懸命勉強するようにということだったんだと、渋さんは思います。ところでね、昔小学校の頃はですね、今皆さんはご飯を炊いたり、味噌汁を作ったり、お湯を沸かしたりするときはどないして沸かしますか？便利な電気ポットとかガスとかあるわな、ところは。ところが渋さんの頃はそんなもんなかった。ガスもなければ電気ポットもなかった。すべて火を燃やして、枯れ枝を燃やして、お湯を沸かしたり、お風呂を沸かしたり、ご飯を炊いたりしてたんですね。そのためにはこういう木が必要なの。燃える木が。燃える木、それは買えばいいようなもんだけれども、買うためのお金が必要な。そのために渋さんは子供の時に山へ行って、枯れ枝わかるな、松の木とかいろんな木が枯れて落ちてる、それを拾って、そしてそれをお家へ持って帰って、それでご飯を炊いたり、あるいはそのお湯を沸かしたり、お風呂を沸かしたりしてたんです。で、ある時渋さんはお兄ちゃんと一緒に山へ勉強するじゃなくしてね、山へ、ね、木を開いに行ったんです。ところがね、家の近くの山はね、もう他の人も拾ってるからね、あまりない。奥の方まで、遠いところまで行かないと木が落ちてない。それで遠いところまで行って、やっと枯れ枝を集めて、それを持って帰らなかったな、拾わなきゃね。馬も牛も車もあるわけではない。その時にどないするか言ったら、肩に担いで家へ持って帰らないかんわけです。で、その時にですね、ところが山やからね、坂道やわな、行く時は上りね、帰る時は下り、そうすると楽そうに思えるかもしれんけれども、残念ながらね、やっぱり荷物を背負ってるから、枯れ枝を抱えてるからね、痛くなってくる、肩が。それでまっすぐね、こうしてちょうどまっすぐ左と右の肩にちょうど荷物があればいいんだけれども、だんだんと歩いているうちに片方に偏ってしまうわけ。そうすると重たく感じる。重たいな、重たいな、ああ重たいなと。
前の荷物肩ね右の方に偏ってるから直してやるって言って、で右肩にあったやつをちょっと、ああほんとや楽になった、お兄ちゃんありがとうと言って、荷物をその枯れ枝をお家に持って帰ったんですね。そういうことをして小学校時代過ごしておりました。人間は誰しも人生を生きていく上において、辛いこと、重いこと、苦しいことがあるわけです。誰でもね、あなたたちでもやっぱり辛いことあるわな。そういう苦しいこと、辛いこと、一人で荷物を背負うとなるとしんどいわな。誰かが助けてくれたら、ああ楽やというふうに思えるわね。あなたたち自分一人で苦労を背負って生きていけば倒れてしまうから、こけてしまうから、そうならんためにはイエス様はあなたたちと一緒に生きているよと、一人で重荷を背負うんじゃないよと、私があなたと共に一緒に背負ってあげるから心配いらんよとおっしゃるんです。労苦する者、重荷を担う者は誰でも私のもとに来なさい。ああよかった、イエス様が私たちと一緒に人生を生きてくださるんだったら安心よな。イエス様だって神様だもんな。だから私たち一人では担いきれないような重荷でも、いやちょっとこうしてやるよ、ああ楽になったいうふうに感じられるんです。重荷を全部なくしてあげるというのは一緒に担ってあげるとおっしゃるんです。イエス様心強い。ある人がね、夢を見ました。夢見る、どんな夢見る、だからせやし、なかなか夢って覚えてないよね。ところがある人はね、はっきりと夢を覚えていた。どんな夢にあったか、実はイエス様と一緒に、私がその人がね、砂漠を歩いていた。イエス様と一緒に砂漠を歩いていたって言うんですね。そしたら足跡はいくつある、4つやな。そうです、4つあるわな。4つあるのはイエス様と一緒やからな、こうして歩いていたら4つになる。ところが途中で2つしか足跡がねえ、2つしか足跡がねえ。あれ振り返ってみたら、あそこ4つあるのに途中で2つしか足跡がねえ。イエス様どこ行きはったんやろ、私の足跡しか見当たらない、イエス様の足跡見当たらない。そういうようなことどこに行ってやったのね。砂浜やから足跡ははっきりと書くわな。4つあったから2つしかない、一体どこに消えてしまったんだろう。えおかしいな、どうしたことかと思って、それでその足跡を振り向いて、その時で私が一番辛い時、苦しい時に、でそこに足跡2つしかある、私を置いてイエス様どこ行きはったんやと、こう思って、イエス様あなたはどこにいたんですか、私が一番辛い時、夢の中で、ああそうか、あなたはそう思っていたのか、私は決してあなたを見捨てたわけじゃないよ、実はあなたが一番つらい時、苦しい時に、私はあなたを抱っこ
り上げてたんじゃないですか。ああそうだったのか。一番辛い時に私の足跡やらずにイエス様が私を抱っこして、辛い時は一緒に歩いてくださったという、そういう夢であったというんですね。すごいな。イエス様はそのように私が辛い時苦しい時、なんで私こんなに死んでいる、なんでこんなに苦しいやなと思わんの。その時イエス様が私を抱っこして抱きかかえて、そして一緒に静かに乗り越えるように歩かせてくださるんです。わかった。だから皆さん、老後する者、重荷を担う者は私の後に従いなさいとイエス様はおっしゃってる。だから私たち決して一人で生きているんじゃないよ。どんな辛い時、私に捨てられたかのように思った時、いや実はイエス様が一緒に私を抱っこして歩いてくださる。これがイエス様、神様の姿なんですね。だから皆さんもどうかこれからの長い人生の中でいつもイエス様と一緒に守られて生きていける、そういうことをしっかりと心に刻み込んで、心に覚えておいて、そしてイエス様どうぞ私を助けてください、辛い時に苦しい時私を見守ってください、こういう祈りを捧げいたしましょう。